札を使ったマジックをご覧いただきましょう。どなたかお札を1枚貸してください。いくらでもいいですよ。1000円でも5000円でも1万円でも結構です。あ、1枚札よろしいですか。はい、ありがとうございます。ではこの1枚札、もしかしたら消えてなくなってしまうかもしれませんので、そんな時のために印をつけておきましょう。では真ん中の余白がありますから、余白にお名前、イニシャル、マーク、何でも結構です。印をつけましょう。はい、じゃあ皆さんにも見せてあげてください。まあ、面倒くさくない方はね、番号を覚えてもいいんですけど、かなり面倒くさいですからね、ちょっと印をつけました。じゃあお客さん、ちょっとお手伝いいただけますか。まずお札、印を見えないように半分に折ってください。 OK です。もう一度同じ方向で半分に折ってください。 OK です。今度は縦に半分に折ってください。 OK です。もう一回折ってください。はい、もう一回ぐらい折りましょうか。はい、じゃこれ広がってきやすいので輪ゴムでこれ留めときましょうね。お客さんの大事な大事なお札です。ちょっと持っててください。なくならないようにお客さん自身に管理してもらいます。これハンカチを持ってまいりました。なくならないようにハンカチ越しに、ここありますよね、しっかりとつまんでてください。ちゃんとありますよね。さあ、もう一つ使うものがあります。こちらです。こちらのチューブ、こちらを持ってきました。このチューブはがんじがらめにビニールテープを巻いて封をしてあります。まだありますよね。では私が3つ数を数えたら、ハンカチとお札を一緒にこの筒に向かって落としてください。ではいきます。1、2、3、はい、完璧です。何が完璧かと言いますと、お客さんのお札が消えたんです。いや、どこにも落ちてませんよ。消えましたよ。ちょっと筒見てください。チューブ、なんか怪しいとこありますか。大丈夫ですか。じゃあまずがんじがらめのビニールテープ剥がしてください。ね、がんじがらめで止まってますよね。はい、そうそう、口が開かないようにビニールテープを巻いてきました。怪しいとこないですか。じゃあ蓋を開けてください。実はこのチューブは携帯用の金庫でして、そうすぐには開かない長い蓋になってます。長いですよね。なかなか時間がかかります。お、来ましたね。なんか入ってます。出してみてください。何が入ってますか。そうですよ、携帯用の金庫ですから、お札を入れとけるんです。あ、これ最初から入ってたら別になんてことないですよね。問題はこのお札です。どうぞ輪ゴムを外して中を調べてください。つい先ほど お客様のお札消えたばっかりですよね。もしかしたらその消えたお札がこの中に移動したのかもしれません。では広げてみてください。お客様のお札でしたら先ほどの印がついてるはずです。どうですか、ダメそうかな。はい、お、あー、ついてますね。間違いなくお客様のお札が瞬間移動しました。